大阪・寝屋川市の住宅で33歳の長女の遺体が見つかり、両親が逮捕された事件で、長女の小学校時代を知る同級生が FNN の取材に応じた。柿本康隆容疑者55と妻のゆかり容疑者53は12月18日に死亡した長女、ありさん33の遺体を自宅に遺棄した疑いで逮捕された。有さんは 小学生の頃に精神疾患を発症したとされ、二人は調べに対し、アリさんが暴れるので、17年ほどプレハブに監禁していたと話している。アリさんの小学校の同級生はいつも悲しそうな顔をしていて、体育の授業で体にあざがあって、どうしたんって聞いたら、ドーベルマンに噛まれたって言っていたと話した。二人はおよそ10代の監視カメラで、 プレハブ内のアリさんを監視し、状況を把握していたと見られている。アリさんは、発見当時、19kg しかなく、警察は、保護責任者遺棄致死や監禁致死の容疑も視野に入れて、捜査している。ネットの反応。本当にこの子が精神疾患かどうか怪しい。むしろ、親が虐待ありの鬼なのではあんなに長い間、孤独だったろう。 かわいそうに。綺麗な顔立ちじゃないですか。毒親の元に生まれなきゃ普通に恋愛したり仕事したりできたろうに。監禁されて投資なんて酷すぎる。親戚や祖父母との交流がなかったのそういうのも気迫完全なる親の虐待じゃねえか。かわいそうに。本当に精神疾患あったのかないつも悲しそうな顔してたのは、親が毒親だったからじゃない 監視カメラで監視するとか、やることなすこと以上だよ。何もない部屋に16年過ごさなきゃいけないなんて、長く長く感じたろうね。可愛らしい子じゃないか。あんな部屋に閉じ込められてたら、誰でもおかしくなるわ。子供を支配したかっただけなのか虐待がバレるのが怖かっただけなのか精神疾患じゃなさそう。一番遊びたいとか恋愛する年頃から監禁って。 考えたただけでもも発狂して暴れたくもなる思春期の気持ちや反抗期を病気と思ったのかなでもこれは立派な虐待この親こそ精神疾患でしょう我が子を設備の整ってないところに監禁してあげく通しさせて胃の中は空っぽだったとか女の子がかわいそうすぎるドーベルマンに噛まれてたらあざなんかで済むわけがない何か この両親にはあるなやっぱ小ささい頃から虐待されてたんだね。親の供述は疑わしい。少女が必死に抵抗したのを暴れたとか言ってるんじゃないかな女の子の気持ちを考えるとかわいそうすぎて涙出る。次女の方が親を説得して「警察」って流れだったようですが事情を分かっていたのなら次女の方は「もっと早く行動していれば」と思う 次女を責めるのは違うって分かってはいるけど、絶対助け出してあげれたよね。鬼畜両親のもとに生まれ落ちてしまった彼女がかわいそう。今度生まれてきたときには、愛情いっぱいの両親のもとに生まれ落ちて、幸せな人生を送ってほしいと願います。世の中には、人間のクズがまだまだいる。そんなやつらを死刑にしてくれる必殺仕事人みたいな人いないのかしらこの両親にも カメラ付きの2畳の部屋で 19kg になるまで頑張ってもらおうただし水はいつでも飲めるけど冷暖房なくて中から開かないからこれはいき地獄。ヒッチコックのコレクターよりひどい障害があるなら施設に入れてあげればよかったのにかわいそうすぎますこの親から虐待を受けて挙句に監禁かよそれも17年間 外の景色も見れない、何の情報も得られない、そんなプレハブで何を思い、何に希望があったのだろう。19キロって、骨に薄皮が張って、ある程度の姿だよ。